半袖を着る機会が増えて肌の露出も多くなるので、シンプルなアクセサリーを加えてあげるとこなれた印象のコーディネートに仕上がります。こんにちは、ニーコレスタイリストのニッチと申します。動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は着回しが苦手だと感じている30代40代の男性に向けて、スラックスを使ったオンオフそれぞれのコーディネートをご提案していきたいと思います。まずですね、スラックスを使う理由から説明していきたいなと思います。スラックスは皆さんご存知の通りスーツスタイルで着用するパンツです。こういったスーツスタイルで着用する服のことをきれいめな服というふうに呼んでいます。Dコレではですね、30代40代の大人の男性にはきれいめな服装をご提案しているんですけれども、スラックスを取り入れることできれいめな服装というのが簡単に作ることができるんです。ただきれいめな服装とは言ってもこんな感じのスーツスタイルだとビジネス感が出てしまったり、決めすぎた印象にも見えてしまうので普段着できるのはちょっと堅苦しいですよね。逆にカジュアルすぎる服装というのはラフで動きやすいんですけれども、10代とか20代前半の方がするイメージで、どうしても幼い印象に見えたり大人の魅力を出しづらい服装です。30代40代の大人の男性はですね、このきれいめとカジュアルをバランスよく取り入れてあげると大人の魅力を生かした着こなしができます。着用するシーンにもよるんですけれども、だいたいコーディネート全体の5割から8割ぐらいをきれいめな服にしてあげるのがおすすめです。パンツはコーディネート全体の半分を占めるので、そこにきれいめなスラックスを取り入れてあげることできれいめとカジュアルのバランスが取りやすくて、おしゃれな休日コーデも作りやすくなるんです。それではスラックスを使ったコーディネートで、まずはオフのコーディネートからご紹介していきます。まずオフのコーディネート1つ目がこちらですね。スラックスにカットソーとカーディガンを合わせたラフなスタイルです。ラフな着こなしではあるんですけれども、センタープレスの入ったスラックスを使っているのでラフすぎない着こなしに仕上がります。お出かけの際はですね、スニーカーでもレザーシューズでもどちらを合わせていただいても OK です。お散歩とかお買い物とかちょっと長時間歩くようなお出かけでしたらスニーカーがおすすめですし、デートであればレザーシューズを使ってあげるとよりきれいめな印象をプラスすることができます。カーディガンも程よく大人っぽい印象をプラスしてくれるアイテムなので、朝晩ちょっと肌寒いかなという時はですね、こんな感じでカーディガンを羽織ってあげると大人の雰囲気のオフコーデが完成します。続いてのオフコーデがこちらです。スラックスにボーダー柄の夏ニットを合わせたコーディネートです。シンプルな着こなしになりがちなこれからの季節なんですけれども、こんな感じで柄物でアクセントを加えてあげるのがおすすめです。半袖を着る機会が増えて肌の露出も多くなるので、シンプルなアクセサリーを加えてあげるとこなれた印象のコーディネートに仕上がります。靴はシーンによってスニーカーとかレザーシューズ選んでいただいて OK なんですけれども、レザーシューズを合わせてあげるとですね、より大人の雰囲気のコーディネートに仕上がります。それでは次にですね、オンのコーディネートをご紹介していきたいと思います。オンのコーディネートこちらですね。スラックスと同色同素材のテーラードジャケットを合わせたセットアップスタイルで、ビジネスカジュアルとかオフィスカジュアルに最適なコーディネートじゃないかなと思います。網目の細かい上品な春ニットを使ったコーディネートなので、こんな感じでジャケットを脱いでも問題ないですし、もちろん春ニットを脱いでもですね、そのままビジネスシーンで活用できるコーディネートになるので、すごく着こなしの幅は広いんじゃないかなと思います。このコーディネートのインナーを T シャツに変えてあげるとオフでも使えるセットアップコーデが完成します。こんな感じでスラックス1本持っているとオンでもオフでも着回すことができます。いろんなものが値上がりしている世の中なので、着回し力というのは洋服を選ぶ時の優先度として高いんじゃないかなと思います。そういった意味でもですね、スラックスというのは1本持っているとすごく便利です。着回しが苦手だと感じている大人の男性はぜひスラックスを取り入れたコーディネートをお試しください。もしスラックスの着こなし方とかコーディネートに迷ってしまった時は Dコレの LINE を使ったチャット相談サービスをご利用ください。専属のスタイリストがですね、お客様と直接 LINE でやり取りをしまして、お客様のお悩みを解決させていただきます。お客様お一人お一人に無料でスタイリストがつくサービスだと思ってください。この LINE を使ったチャット相談サービス、気になった方は概要欄のリンクから詳細が確認できますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。次回の動画はこちらです。まあダメージの度合いとかにもよるんでしょうけど、でもやっぱりちょっと初デートは最初は避けた方がいい。最初だけは。それでは本日の動画は以上となります。今日の動画が少しでも参考になったという方がいらっしゃいましたら、高評価とチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。